SDGs の目標の一つであるジェンダー平等を実現する。6月は LGBTQ+ の権利を啓発する活動が世界中で行われるプライドマンス。すべての人が自分らしく生きられる社会の実現を目指す団体を取材します。今回訪れたのは新宿区に事務所を構える NPO 法人東京レインボープライド。自身もトランスジェンダーであり、団体の共同代表理事のお一人、杉山さんにお話を伺いました。最初はですね、パレード歩いてみないかっていうふうに誘っていただいたのがもう2000年の前半だったんですけれども、その時はお断りしたんですよ。というのはその当時トランスジェンダーという言葉も知らなくて、僕はまだ性同一性障害という言葉しか知らないような時で、なんかパレードってなんか同性愛の人たちがやってるちょっと過激なデモでしょみたいなイメージで、いや僕はちょっとそういう人たちとは違うんでっていうぐらいでお断りしたことがあって、2013年からですね関わるようになって、というのはこの任意団体東京レインボープライドという団体ができて初めてのパレードは2012年。なかなかこうパレードがこうまだ社会的には盛り上がらないから、どうやったらもう少し当事者の人もそうじゃない人も多くの人に参加してもらえたりサポートしてもらえるだろうかという話から、レインボーウィークの代表ふみのやってみないかというふうにお誘いをいただいて、でそれでまあ関わったのがきっかけですね。でもパレードに参加してみると、そうか、この自分がこう日常生活で生活がしづらいとか、こう自分をなんかこう自分らしく表現できないって、これ自分だけのことじゃなくてこう社会的なことなんだっていうのに気づかされたのが、まあこのパレードに参加して一番大きな気づきだったかもしれないですね。近年世界中で開催されているプライドパレード、きっかけとなったのは1969年6月ニューヨークで起きたストーンウォール事件でした。 LGBTQ の当事者らが初めて警察官に立ち向かい暴動となってから来年で55年、日本ではストーンウォール事件の25年後となる1994年に初めてパレードが行われました。ミッションというのは3つありまして、可視化、場作り、課題の解消、この3つを掲げているんですね。 LGBTQ をはじめそのセクシュアルマイノリティの一つの課題としては、なかなか目に見えない、非常に目に見えづらいマイノリティなんですよね。おそらく僕はもともと女子高生でやってたんですって言わない限りは、もともと僕が女子として生活をしていたような時期があるとか、トランスジェンダーであるということはなかなかわからないと思いますし、今お会いした方が、同性愛者なのか異性愛者なのかって見てもわからないんですよね。特に力を入れているのはこの場作りと、年に一度のこのプライドパレードとプライドフェスティバルを開催することによって、こういう人たちが身近にいたんだっていうことをしっかりと知ってもらえたりとか、当事者としても一人じゃなかったんだっていうことを気づいてもらえるような、そういった場作りをしていると。2024年に日本初のパレードから30年の節目を迎えますが、プライドパレードを通して社会はこれまでどのように変わっていったと思いますか？大きな変化があった30年だったとは思います。1994年の時には、最初数百名で歩き始めて、最後はいろんな方が参加して1000名ぐらいになったというふうに聞いておりますけれども、2012年の時でもまだ 4,5 千名の参加者だったんですね。でそれが2019年には20万人を超えて、で今年は24万人を超えるような方々にご来場いただけたということでいうと、数はもう圧倒的に増えていると。こういった多くの方々にいらしていただくことによって、どれだけこう社会にメッセージを発信できるか、それによってこうちゃんとこう私たちを取り巻くルールが変わっていくか、アップデートされていくかというところがすごく大事なので、これだけ自分たちなりには多くの方にいらしていただけたなと思っても、こうまだまだこう法整備が進まずにこう二の足を踏んでるっていうのは非常にもどかしかったりもするんですが、だからこそ今年のテーマである変わるまで続けるというテーマで、これは本当に普遍的なテーマというか、こう変わらないもどかしさもあるんですけれども、そこに負けずにしっかりと変わるまで続けていこうという強い意志を持って今年はテーマを決めたということもありますので、今年に限らずしっかりと継続していきたいなというふうに思ってます。
多様な性が存在することを発信するためにこの TRP では他にどのような活動をされているんでしょうか。一つはですね、全国プライドネットワークといって全国のこのプライド活動をしているメンバーをつないでいこうという、ネットワーク作りをしているんですね。本当に北海道から沖縄まで約30ぐらいの団体がですね、全国で活動をしていますので、そういったところで連携してしっかりと発信していこうと。うちの地元には一人もいませんとかってね言っちゃう言い切ってしまうような方たちがいらっしゃったりもするんですけれども、日本全国に当事者がいるわけですので、そういったこともしっかりと可視化していくっていうのが大事なのかなというふうに思ってます。さらに月に一度 TRP スクールを開催。テーマに沿ってゲストの先生を招き、 LGBTQ をはじめ多様な社会について学び、さらに参加者同士が交流できる場所づくりを行っています。年に一度のイベントだけでなく、1年を通してつながれる場を積極的に作っています。先日代々木公園で行われたイベントの際にこの TRP スクールブースというのを出しまして、そこに来ていただいた方たちにいろいろメッセージをこう貼っていただいたものですね。自分の気持ちや思いをシェアし合える安全な場所がたくさんできるといいなと。これ裏を返すとですね、まだまだ自分が生活している中で不安があるっていうことだと思うんですよ。例えばカミングアウトしたら変に思われたらどうしようとか、いじめられたらどうしようって、そういった不安があったりするっていうのもあるので、こう自分の気持ちとかね、思いをシェアし合える、その安全な場所っていうのがこう社会に広がっていくといいなっていうようなメッセージだと思いますね。TRP の活動を通して、今後ですね、どのような社会を目指していきたいですか。最終的には、LGBTQ の当事者と非当事者なんて言い方をしなくてもね、こう良くなるような、むしろその LGBTQ なんて言葉を使わなくてもいいような社会にしていきたいなと。でもそのためにはこの LGBTQ っていう言葉をまだまだ使ってこう皆さんに知っていただく機会をね、作っていかないといけないのかなと。プライドパレードやフェスティバルも、ただただ単なるお祭りとして楽しいフェスティバルということで開催できるような時代になるといいなと。でもそのためにはまだまだこういったことをしっかりと声を上げて、こう権利の獲得っていうのをしていかなければいけないのかなというふうに思ってます。まずはマイノリティを知ること、そしてありのままを受け入れることから始めたいと思いました。一人一人の個性を尊重することで、多様性のあるカラフルな社会を作っていきたいですね。